足の速さは才能じゃない。走りの学校、和田圭一です。和田誠二です。走りの学校は今まで才能だと諦められていた足の速さを解説することで皆さんに成功体験をお届けするためのチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はサッカーチームへの指導です。走りの学校の動画を見てくださっていて何からやっていいかわからないよという方はまず今日のこの動画の種目からやってください。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。VAMOS! あたくん、はい、僕ね、皆さんに本当に伝えたいことがあるんですよ、はい、まずサッカーをやってる方は足が速い方が絶対に有利なんです。だからサッカーの練習だけじゃなくて足が速くなるための走りの練習を週に1回は必ずやっていただきたいんです。なのでまず何をやっていくか、もうサッカーやってる人全員、もっと言うと球技系種目やってる人全員にまず今日の動画を見ていただきたいという形で今日の動画は構成されています。それでは本編行ってみましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、皆さんの足を速くするために来ました。でサッカーもさ、いろいろ練習ってあるじゃないですか。それと同じように走りも練習すれば必ず速くなります。で僕自身も大人になってから 100m が1秒も速くなりました。なのでみんなはもっともっと大きな伸びしろがあります。だから今日は一つ一つ走りも練習していくという意識でやっていきましょう。大きいですか。はい。でまずみんなの今日の走りを今見させていただきました。全員がね 50m だとだいたい 0.5 秒から1秒ぐらい速くなる伸びしろがあります。だから絶対に速くなると信じてください。なんでかっていうとみんなの走りはねランニングの走りなんです。どういう走りかっていうとかかとから地面について地面を引っかいて走っていく。これって強く引っかけば引っかくほどタイムは一時的に上がるんだけど足の長さ分しか進めないじゃないですか。あるところまで伸びなくなる。なんだけどもっと速く走れる方法はここで引っかくんじゃなくて地面をドンと足を弾ませていく方法です。そうすれば地面についている時間が短いからスピードが上がっても走るという動きを保つことができるんです。なのでこの走りスプリントと呼ばれる走りなんだけどみんなの走りをランニングからスプリントに変えていきたいと思います。まずその第一歩としてランニングっていうのは足がついた時に上の足が下にあったり後ろにあったりします。でもスプリントはついた時にはもう前にあるのね。なのでこの姿勢から練習していきましょう。これを僕たちはベースポジションと呼んでいます。じゃあまずこの姿勢キープしてみてください。 OK、 じゃあ右足を一回上げてみようか。30秒お願いします。いきます。じゃあ30秒、いきます。よーい、スタート。いや、まずはみんなの3、2、1、終わり。 OK。 今きつかった、ちょっときつかったなって人、今手を上げた人 100m2 秒速くなります。でこれなんでかっていうと、なんでかっていうとね、走りってこの連続なの。つまり今きついってことは今までやってないってことなんです。だからこれができるようになったら絶対速くなる。じゃあ反対行くよ。反対行くときに今度注意点いきます。体まっすぐ、できるだけ背高くして膝はおへその高さまで、でつま先を上に上げます。で膝をキュッと、ここにボール、ちっちゃいボール挟むみたいにキュッと閉じる。で軸足のお尻に力を入れる。じゃあ反対側30秒いきましょう。お願いします。いきます。よーい、スタート。つま先を上げるよ。つま先前の方が軸足の膝が曲がらないように、軸足の膝が曲がらないように。はい、終わりー。じゃあ次ちょっとストレッチしていきます。みんなちょっと足を上げ下げしてみてください。足上げ下げして今のこの感覚をね覚えておいてください。でこれから股関節周りを少し、ほぐしていきます。まず右足を大きく前に出してください。こんな感じの姿勢になります。でこの時に足がね体に近いとあまり伸びないので大きく前に出します。で右足と同じこの平行の位置に左手を置いてください。次右手を体の内側からね、右足の外側に手を置いてください。外側から内側じゃない。
外側に置きます。内側から外側だよ。で最後ここめちゃめちゃ大事です。後ろの左足の膝を伸ばします。後ろなしまして、この時に膝が曲がっちゃうと、左足の膝が曲がっちゃうと股関節が伸びないので、しっかり伸ばしてこんな感じでバウンドしていきましょう。背中まっすぐ、背中まっすぐ。じゃあ10回合わせていくよ。全員でじゃあカウントしてください。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっとゆっくり前に5回、せーの、前後に5回、まだ続くよ、前後左右いきます、3、4、5、今のリズムで右左いきます、5回、せーの、1、2、3、4、5。外回し3回いきます、せーの、1、呼吸して息上げ、さあ反対、せーの、1、2、3。はい、じゃあゆっくり立ちましょう。軽く足踏みしましょう。めっちゃ上がった。やばい。打ち上がった、よかった。やばい。さあみんなみんな、今さ、しっかりとこの姿勢が取れた人っていうのは、走るときに足を上げても姿勢が崩れない人です。でも足をね、この姿勢を、この姿勢って走るときの姿勢だよね。このときにこういう風に背中が丸まっちゃったり、軸足が曲がっちゃう人っていうのは、足を上げようとしたら膝が曲がったり、姿勢が崩れちゃう人。姿勢崩れると絶対速く走れません。それは筋力を落としてしまったり、パフォーマンスを落とすので、この柔軟性を必ず身につけてください。 OK ですか？はい、よし。じゃあ次ステップ2。ステップ2はここから軸足をね、入れ替える練習をします。じゃあまず、そう、まずは10回やってみるよ。じゃあ右足を上げてください。先生がはいって言ったら空中で入れ替えて止まる。いくよ、はい、止まる、いいね、はい、3、すごい綺麗、10、5、下ろして下ろして終わり、肩つかむな、お腹近づいて、7、はい、集中して、はい、9、カメラ来たらブレた、10、はい、オッケー。でこの姿勢をね、走りスプリントっていうのはこれを連続させてるの。ドン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 。スタートラッシュもみんなさっき膝周りでこう走ってたけど、スタートラッシュも今のベースポジションを続けてる。これをただこの動きを連続させるんだけど、この動きはまだみんな完璧にできてない。だから伸びしろがたくさんあります。バモーズ、バモーズ。走るときって足をね、回してあげる、叩いてあげる、叩いてあげる、この力が求められます。で、この回す軌道をサイクリングって言うんだけど、この軌道がすごい大事です。準備してください。右手を壁に当てて内側の足をベースポジションに上げる、お願いします。30回いきます、いきます、1、上げる、2、3、前からだよ、前から上げる、4、強く叩く、5、6、大きく、7、大きく、大きく、8、9、叩くんじゃないよ、回すよ、回して、10、28、ここです、
みんな今のでキックボードみたいにまずより早く地面を叩けることが一番大事です。で、キックボードみたいに強く叩いたらその分持ち上げるのも大変になります。だから叩ける力、スクワットとかでね、スクワットとかジャンプとかこの叩く力と上げる力のバランスが合っていると走りにつながるんだけど、それがほとんど合ってないんです。それを合わせる練習ね。いきます。1 2 3 4 5 6 7。ありがとう、声つないで。次やるのは、サイクリングホップという、練習になります。最初にちょっとじゃあ僕が横でやるのでイメージを持ってください。みんなの今のその白い線からあそこのマーカーが置いているところまで、ここからベースポジションからしっかり足を回して向こうまで行きます。一番大事なポイントがあって、これが空中で足を入れ替える。さっきみんなこういう風に空中で足を入れ替えてくれると思うけど、これもしっかり空中で足を入れ替えます。で、足踏みのリズムを覚えてください。この後にここからトン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 、このリズムで向こうまで行っていきます。よーい、はい。トン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 、もう一度です。トントン、入れてみよう。よーい、はい。トン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 、トン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 、強く強く強く、このリズムで頑張れ。トン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 、今の種目はとにかく強く弾むことが大事です。より高く弾んで、より大きく足を回すことを意識していきましょう。あとね、この体幹がぶれちゃうとどれだけ足の力で強く押しても力が伝わりません。だから手を上げた時にここが絶対にぶれないように。よし、じゃあ次行きましょう。今ね、みんなすごく良かったんで、次はさらにしっかりとスピードを上げていきます。よーい、はい。次は距離を長くしていきます。で、これなんで長くしていくかというと、今ってとにかく頭と体がですね、このスプリントを学習してるんですね。で、まあ、きついなっていうところまで頑張った時に一番強い信号、脳からの指令が出るんです。それが技術習得に一番大事なんですね。ここまで精度が上がってきたら、ぜひ長い距離にチャレンジしてください。その時に絶対にフォームを変えないように、最後の最後までぶらさないことを意識してもらってください。結構この距離になるとブレてくる選手がね、増えてきたね。これがブレなくなると走りにもつながってきます。次、腕振りいきます。ポイントをね、お伝えしていきます。最初ね、手を上に上げてもらって、そのまま真横に腕を広げます。今ね、しっかり胸張ってると思います。肩甲骨を少しこう寄せる感じで、ちっちゃく前習いしていきます。で、胸張った状態でゆっくりリラックスしながら、みんなの右手、僕は左です。みんなの右手は目と鼻の前に、しっかり
かりと脇締めます。そうで次左手を腰骨の横のあたり、横のあたりに手を置いてください。で次僕がせーのって言ったら今の右腕を振り下ろします。で振り下ろす時のポイントがポケットのこのポケットのポケットあたりに手をシュッてこう横のポケット、そうそうそう、横のポケットに振り下ろしてください。そう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 。でさっきも言ったようにリラックスしてこの時にねこういう風に腕だけで肩振らない、あの振らないようにしっかりと大きく大きく振り下ろしましょう。じゃあね、一回ね、やってみましょう。じゃあ右手を目と鼻の前、ポケットを腰、左手を腰骨のあたりにつけていく。いくよ。せーの。せーの。後ろをね、腕は広げずに、この下に。せーの、ドン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 。リラックスして、せーの、ドン。リラックス、せーの、ドン。せーの、キュー。せーの、シュー。次ね、10回いきます。1、2、3、4、ここも10回いきます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ、あと30回いきましょう。よっ。で、イメージはね、みんなこのポケットをね、このシュッと締めてるじゃん。この時に足が地面につく感じです。次はこれを意識して、また走ってもらうんだけど、まあ、それをね、イメージしながら振ってください。30回いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度はね、今度はさっき手を上げて走ってくれたよね。これを途中までこの動きをやります。で、途中から腕を振るっていきます。ちょっとデモンストレーションを見てください。そう、あそこが走ってきてセンターラインから腕振ります。でポイントはセンターラインを越えた後も動きを変えないことです。変えなければさ、ジャンプってさ、手使わないより手を使った方が高く飛べるよね。それと同じように地面からの反発が強くなるんでスピードが勝手に上がってきます。じゃあ見ててください。じゃあ、はい、お願いします。ここまで、そう、Y ポジションサイクリングで、ここから腕振り。脚手お願いします。早いね。サッカー絶対試合は有利でしょ。はい。これ本当有利なの。どう考えても、この走り技術をね、学んだ人と学んでない人、差が出てくるので、みんな今日ね、獲得しましょう。はい。はい。はい。早めに振るから、姿勢は崩さずリズムも、トントントン、トン、トン、同じリズムで向こうまで行ってください。OK ですか？はい。バモン！バモン！時にさ、自分の体をコントロールしてくれてると思うんだけど、走りでもしっかりコントロールしてほしい。何かっていうと、ここの、 あの白いハーフラインを過ぎた後、やっぱりね、まだ少し前傾になって体で前に行こうとする人がいるから、ポイントは2つ。しっかりと強く真上から叩く。で、もう体も垂直にまっすぐ。そのためにはこの腹筋をしっかり固めてください。はい、じゃあもう一回最後前後ね、ラスト 10m、 ラスト 10m もしっかりと最後まで走り抜けて、このどこの場面区切っても体の姿勢が同じように意識して最後行きましょう。はい、行きます。よーい、はい、トン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 、強く強く、体まっすぐね、
ちょっと取ってみて。取らないよ。すごくみんなね、全体的にレベル高いです。ただやっぱりこの速度になってくると顎が上がってきたり足が流れてきたりする選手が増えてきます。このね、速度に対してスプリント筋力が追いついてないんですよ。だけどこれは練習を継続していけば必ずできるようになります。でもね、すごいいい選手いたのでちょっとデモンストレーション見せていただきましょう。で、ポイントは手を下ろして腕を振った時も足の軌道が変わってないことに注目してください。じゃあすごくいい選手いたのでデモンストレーション上野くん。バッチリバッチリ。お疲れ様でした。素晴らしかったですね。素晴らしかったです。まさに、ね、走りがランニングからスプリントに変わった様子を見ていただけたと思います。で、誠司さん、はい、あの兄弟なんですけど、僕は野球やってて誠司はサッカーやってたんですよ。はい、中学校大学東京代表になったと。でも本人曰くもうスピードでなったと、うん、言ってたよね。そうだね。でやっぱ大事、スピードってサッカーで。そうですね、基本的には得点シーンとかはもうまずスピードで相手をかわしてディフェンスの裏に抜けるとか、そういったような動きはやっぱり速ければ速いほど有利だし、ディフェンスにとったらそんな選手はもうかなり嫌な選手なんじゃないかなと思います。今さ、フォワードもそうだし、ウォーカー選手とかってディフェンス、はい、うん、だよね。ディフェンスはやっぱスピードが求められて、もっと言ってゴールキーパー求められてるんだよね。そうですね、全ての選手が。まずは今やっていただいたスプリントのテクニック、走りの基礎、この動きを学んでいただけたらと思います。そして本当これチーム単位で変わってくるので、ぜひこれを見てくださったサッカーチーム、野球チーム、他のチーム、球技チームももちろんなんですけど、走る学校全てのチームにね、これをお伝えさせていただきたいので、ぜひ、団体の指導をご興味のある方は、概要欄から、ホームページからお問い合わせできるので、いただけると嬉しいです。これは大人気でね、はい、全国でインストラクターの方が回っていますので、ぜひチェックしてください。それでは次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょう。 VAMOS!